新宅銀行。新宅銀行とは、一般に新宅業務を主に営む銀行を言い、日本においては、銀行法に基づく免許を受けた銀行のうち、金融機関の新宅業務の検営等に関する、法律、検営法によって、新宅業務の検営の認可を受けて、新宅業務を主として行い、金融庁の免許、登録業者一覧において、業態、新宅銀行とされたものを指す。 その多くは称号において、信託銀行と称する。信託業務の権営の認可を受けた金融機関は、信託を称することはできるが、これを称する義務まではないため、信託を称さない銀行その他の金融機関の中にも、信託業務の権営の認可を受けたものは存在し、本校においてはこれらについても言及する。なお、信託銀行等の権益信託金融機関のかに、 信託用法に基づき信託業務を営むものとして、信託会社がある。信託業務とは、他人財産を自己の名義として預かり、自己の財産と分別管理する機能を有しており、様々な業務で活用されて金融インフラとしても、不可欠の要素となっている。機能としては、銀行預金とほぼ同じ金銭信託、貸付信託等の定期性貯金から、 有価証券管理の機能を提供する証券投資信託や特定金銭信託、年金資産の運用をする年金信託、資産流動化業務としては、売りかけ債券や手形債券等の金銭債券の流動化業務を受託するほか、不動産投資信託の信託受託者としても、信託機能を提供している。その他、証券代行業務と不動産仲介業務及び、 遺言信託も、県営法における、閉営業務として認められている。証券代行業務とは主に会社法上の株主、名簿管理人として、株式公開企業の株式事務、名義替え、配当金の支払い、議決権行使の集計など、を代行すること。なお、現在では、上場会社は、証券取引所の規則により、取引所が承認する、株式事務代行機関、 各信託銀行、東京証券代行株式会社、三井住友信託銀行の完全子会社、日本証券代行株式会社、三井住友信託銀行参加及び IR ジャパンへの委託が義務付けられている。不動産仲介業務は、宅地建物取引業法第77条により、通常の宅地建物取引業者と異なり、国土交通大臣への届出によって、 同大臣の免許を受けたものとみなされる。免許番号は国土交通大臣届で大難号となる。免許の更新がないので、更新回数を示す、括弧ない数字はない。2004年12月31日施行の新宅業法改正により、管理型新宅については原則登録制に変更となった。新宅業務は運用型新宅と管理型新宅に分けられ、 運用型信託会社は最低資本金1億円、免許制、管理型信託会社は最低資本金5000万円、登録制となった。明治以前にも、例えば省エンで死後が徴収した年貢米等の管理や換金を、堺や博多などの商人に委託する行為はあったものの、明治以降は、それまでの召集官とは別に、欧米の信託制度を導入し、業として行うようになった。 明治の後半以降、日本工業銀行などが、社債などのアンダーライティングを、新宅業務の一環として行うようになり、その後、個人財産の運用管理を行う会社も、設立されるようになった。一方、新宅業務の法整備も行われ、1922年の旧新宅用法が成立、新宅会社の設立は免許制となった。ちなみに、 現在見られるような銀行業務を併営する新宅銀行が登場するようになったのは第二次大戦中以降である。1943年に成立された建営法により新宅会社と銀行の合併が進められたためであ、結果昭和初期には50社近くあった信託専業会社は終戦時には住友信託、三菱信託、川崎信託、三井信託。 安田信託、日本信託、第一信託の7社にまで減少した。1948年に制定された証券取引法により、銀行と証券会社の業債が分離することになり、有価証券のアンダーライティングを主要業務の一つとしてきた信託会社にとっては引き受けた、戦時国債等の価値化や戦後の大幅なインフレによる、 受益資産の運用悪化とともに経営環境の悪化の一因となった。こうした中、信託会社の救済として大倉省の主導で信託会社が合併をせずに銀行業閉営をん頼。1954年に大倉省は普通銀行から信託業務を分離し、普通銀行から長期資金供給負担を軽減させる政策を進めた。これにより、 新宅業務を併営する普通銀行は、大和銀行以外になくなり、大和銀行、銀行は長期及び短期の資金を一元的に供給する責務があるとして、大倉省の要求を誇示、新宅銀行は住友、三菱、三井、安田、東洋、神戸銀行、三和銀行の新宅部門、及び野村証券の証券代行部門から、設立、中央、 第一新宅の新宅部門、及び東海銀行の新宅部門を吸収、日本の7社となった。1984年5月の日米園、ドル委員会報告書は、内国民待遇を原則に、外銀が単独、または日本の新宅銀行と組む形で、新宅業務に進出することを認める方針を打ち出した。1985年6月22日、 大蔵省は旧外議員の申請をすべて認めたが、申請していたのは、JP モルガン、ケミカル、マニュファクチャラーズ・ハノバー、ジェイス・マンハッタン、シティバンク、バンカーストラスト、ゲンドイツ銀行、バークレーズ、クレディ・スイス、スイス・ユニオンであり、免許は1985年10月25日付で、モルガン・シンタク銀行と日本バンカーストラスト新銀行から順次、交付されていった。 佐川急便事件に続く1993年の金融制度改革によって国内証券会社や国内普通銀行も新宅銀行子会社の設立が解禁された。そして金融ビッグバンがさらなる市場開放を実現した。新宅銀行の資産状況は劇的に変化していた。日本での総資産を見ると1975年末には 有価証券が11.1%、貸出金が70.1%、現預金が0.1%であったのが、1985年末には21.6%、48.9%、48. 0.2%になり、1996年10月末には51.6%、14.8%、14. 5.7%となった。また、 戦後の普通銀行と信託銀行の分離政策に関係なかった琉球銀行、沖縄銀行の両行は沖縄の本土復帰に伴う特例により金銭信託を取り扱うことになった琉球銀行はこれに加えて琉球信託と沖縄信託の2社の業務も引き継いだ。このうち琉球銀行は2004年3月に金銭信託の新旧受入れを2005年9月には 追加受け入れを停止した。上記のうち、オリックス銀行は、個人向けカードローンなどの事業拡大を理由に、新宅の文字を社名から外している。上記のうち、日本トラスティサービス新宅銀行と、資産管理サービス新宅銀行の2社は、株式移転により設立した、中間持株会社である、JTC ホールディングスの子会社となっている。2021年をめどに、 持ち株会社と参加の両校は合併する予定。上記の他にも、信託銀行とは称さないものの信託業務の経営の認可を受けた銀行は存在し、銀行以外にも信託業務の経営の認可を受けた金融機関も存在する。数字は統一金融機関コード。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。